5月27日の星座別運勢ランキング第1位、獅子座。輝く魅力、夢を叶える自信。獅子座の人は輝く魅力と自信を持って夢を叶えるとき、周囲からの注目も集め、成功への道を歩んでいくでしょう。ラッキーアイテム、ゴールドのアクセサリー。金色の光が獅子座の運気をさらに輝かせます。第2位、牡牛座。安定の土台、新たな可能性。牡牛座の人は安定した土台の上で新たな可能性を探るとき、努力と堅実さが大きな成果をもたらすでしょう。ラッキーアイテム、緑の植物。自然の力が牡牛座の運気をサポートし、癒しと成長をもたらします。第3位、サソリ座。深まる絆、心の豊かさ。サソリ座の人は深まる絆と心の豊かさを感じるとき、人間関係や愛情に恵まれ、幸せな時間を過ごすことができるでしょう。ラッキーアイテム、アロマキャンドル。香りが心を癒し、サソリ座の運気を高めます。第4位、乙女座。ささやかな観察、新たな発見。乙女座の人はささやかな観察力を発揮し、新たな発見をするとき、洞察力が冴え、自身の成長につながるでしょう。ラッキーアイテム、手帳やノート。アイデアや気づきを書き留めることで乙女座の運気を引き寄せます。第5位、ヤギ座。着実なステップ、目標への近道。ヤギ座の人は着実にステップを踏み、目標への近道を進むとき、努力と計画性が成功への道を開くでしょう。ラッキーアイテム、シンボルのアクセサリー。自身の目標や理想を象徴するアイテムがヤギ座の運気を高めます。第6位、双子座。交流の花、新たな出会い。双子座の人は交流の花が咲き、新たな出会いが訪れるとき、コミュニケーションが活発になり、良い人間関係を築くことができるでしょう。ラッキーアイテム、メッセージカード。思いやりの気持ちを伝え、双子座の運気を高めます。第7位、お羊座。自己主張の力、新たなスタート。お羊座の人は自己主張の力を持ち、新たなスタートを切るとき、自分の意志を貫き、新たな道を歩み始めるでしょう。ラッキーアイテム、パワーストーンのアクセサリー。自信と活力を与え、お羊座の運気を高めます。第8位、天秤座。調和の時、心の平穏。天秤座の人は調和の時が訪れ、真の平穏を感じる時、バランスを保ち、良い関係性を築くことができるでしょう。ラッキーアイテム、風鈴。風の音色が調和を呼び、天秤座の運気を高めます。第9位、蟹座。情熱の炎、夢を追いかける勇気。蟹座の人は情熱の炎に心を燃やし、夢を追いかける勇気を持つとき、自身の情熱が大きな成果を生むでしょう。ラッキーアイテム、キャンドル。炎の光が情熱を象徴し、蟹座の運気を高めます。第10位、水瓶座。創造の力、新たな発展。水瓶座の人は創造の力を発揮し、新たな発展を遂げるとき、アイデアやビジョンが無限化され、成果を上げることができるでしょう。ラッキーアイテム、クリエイティブなツール。自身の創造性を引き出し、水瓶座の運気を高めます。第11位、伊手座。心の平安、自己成長の時。伊手座の人は心の平安を感じ、自己成長する時、内なる力が目覚め、新たなステージへ進むことができるでしょう。ラッキーアイテム、瞑想やヨガグッズ。心の安定を促し、伊手座の運気を高めます。第12位、魚座。感受性の開花、癒しと夢の世界。魚座の人は感受性の開花と癒しと夢の世界に浸る時、直感力が冴え、自身の内なる声に耳を傾けることができるでしょう。ラッキーアイテム、アート作品。美しい芸術の世界が魚座の運気を高めます。